さあ続きいきましょう。次はフランスでございますね。さあ試合前のわちゃわちゃしたような感じはなんもなくですけども、いきましょう。情報、ピエールとナポレオンのコンビは相変わらず強敵だ。2人は常に分断しておきたい。それにチームをよくまとまっているキャプテンのピエールが戻ったのだろう。この前のようにはいかないぞ。あー、なるほどね。いやー、ちょっとあの二人嫌だよね。あ、翼戻ってきてる。オッケーオッケー、翼が戻り、まあこれでベストメンバーって感じなんじゃないのか。だからこうなると石崎アウトの見過ぎインになっちゃうんだよね。顔面ブロックもね、なかなか活躍したけどね。こうなんのかな。正雄と松山センターバック、スカイラブタックル強いからね。センターバックでいいんじゃないかな。新田11番ってのかな。新田11番ってのが、まあヒューががっつ使い切ったら新田とヒューがちょっとね、位置交換してもいいと思う。場所交換してもいいと思うんだよね。そういう意味で新田ここにまあ置いとくか。でキーパーは若林でいきます。はい、まだテスト続いております。もうこの試合でどっちが正ゴールキーパーでいくかね、ちょっと決めようかなと思いますけども、まあでも僕の中では若島津の方に寄ってます、気持ちは。はい、いきましょう。さあフランスはかなり強い、いきましょう。ラベル君いいね。表紙オッケー、表紙のラベル君いいね。ピエール来た、ピエール滝行くぜ。おお、なにエッフェルか。ドイツ打倒のための切り札が特別な思い出し見せてやる。行くぞぜ日本。シュペルエッフェル来たな。ナポレオン、ピエール、オッケー、いいぜ。フランスに勝ちたい、フランスに勝ちたいんだ俺は。いや、これ相当前に出てくんのかな。どうかな、見すぎいけないか。せめて弾いてくれるだけでもいいんだけど、ダメか。まあおそらくこの辺の中盤のボールは全く触らないと見てもいいんじゃないかなとも思う。あー、打ってきた、違うな。スライダーキャノン、くぞー、マジかー。若林お前頼むぞ、若林頼むぞ、さすが見せ場来たぞお前。あっさりと、いやー何もできなかった、今の今まで何もできなかったわ、マジか。いやー曲かっこいいな。挨拶代わりのライトニング隊が行くか。いやーこれ打ち合いになるな、点数の取り合いになるなこれ多分。ちょっとワンツーゴールデンじゃなくて見すぎとのワンツーで、よしやーくそ、マルソー君、オッケー、な勝負だ。四角いマルソー君タックルやばい、あーナイス、怖っ。あ、ヒューがどうかな、ノーマークでいけるかなこれ。もう翼に出すか、ヒューがノーマークでボール取れればいいけどな。あー、キーパーアモロ君いやー飛び出してくるよねこれ多分ね。アモロ行きます。あ、オッケー食らいやがれ、くらいやがれ、ライトニング隊が走れ稲妻。よーし、ボーなってます。ボルン君、オッケー、ボルンひとたまりもない、肉の塊とかした、オッケー。さあ相手キーパーそんな強くないと思ったけど、アモロ君はそうでもなかった、ナイス。いやまあここまではいいのよ、点数はある程度取れるつうことでいいんだけど、あの2人どうやって止めるかなんだよな。ボッシ君、どう止める、
マークつけるか。カズオくん、やっぱ触れないよね、この辺はね、多分。ネイルくん。ミサキくん、取ったー！ナイス、ミサキ！大活躍。どうしよう。ミスギここだからな。カズオとのワンツーで、ゴールデンで前に出てもいいけど、あ、やっぱ円環するね。ボッシ君ドリブルで勝負。オッケーオッケー、タックルじゃない。オッケーオッケー。さあ今度翼に行きたい。うわ、あのディフェンスがな、いるな。モーリス、ナポレオン、ミスギとのワンツー行こう。じゃちょっとディフェンス噛んでるけど、どうかな。うわー、あー、でもまあまあ、やばい、弱まってるところ。2人カットで待ってたんかこれ。大丈夫か。マジかよ、まだ来んのかよ。あぶねー、もう PL 来た時点でちょっともう取られるのよぎったけど、なんとか通りましたね。翼、お前なんでそこいるんだ。お前最後、翼、お前の足がもうどうなっても俺は知ったことじゃねえんだ。日本サッカー界のために頑張ってくれ。低いボールを拾わせる。来たー、でもサイクロン、あ、サイクロン消えてんだ。いいね、サイクロンのインパクト確かに強烈だ。このままで足がその衝撃に負けてしまう。だがもっと硬い部分なら、そうかかとなら難しいがやってみるしかない。独り言長えなこれ。いけー、すごい身体能力だよねこれ。かかとで蹴ってこの辺かよこれ。おーおーおー、オッケーオッケー。あ、なんかイベントかこれ。一点確定の。いいねこれ。ぶっつけ本番でものにしてしまうというのがね、恐ろしいよね。すごいよ翼くん、やったな翼。見事だ翼。いいね翼大絶賛。いきましょう、ネオサイクロン引っ提げてね。さあもうこのね、ヒューガと翼がね、もう新必殺技引っ提げても来たということで、もう万全よ、エンディングに向けて万全なところまで来た。ナポレオン、こいつを止めたい、こいつを止めたい。翼とニッタがつく。いやこいつら二人ガッツ使えねえ。まあニッタはタックルとか言っていいけど、ニッタ言ったとてなんだよな。そんなって感じだよね。ムーンサルト、パスカット、動かない動かない。どけ、あードリブルか。そうだこいつ強引なドリブル持ってたんだもんね。だよねちょっともうみんな猛プレスで、マサオ、スカイラブ、イーグル、ニッタ、ここまで来てるな。パスカット しとけお前。あーやばい、キャノンシュート、どうかな。いやーちょっと触れないかな、どうかな。いけないか、いけないか。あー PK か、 PK かな。あー PK か。まあでもこれ3分の1で止められるって思えばまあいい方なのかなと思うけど、うーん、右、あー正面かよ、くそー。苦労して点数取ってもなかなかな。いやー厳しいよね。じと、うん、そうだとマサオが、そうだとマサオでナポレオン行くか。片方潰せば大丈夫かな。松山も行っとく。3枚4枚行こう。片方潰せばなんとかなんじゃねえかこれ。ダメかな、あんま寄りすぎかなこれ。ピエールはもうこの、ミサキとか、ミスギとか、カズオで対応する形で、まあ一回やってみるか。4枚で、まあ2枚がね、いいんでしょうけど、ちょっと偏りすぎてるかもしれないけど、でも片方潰せば、なんとかなんじゃねえかな説だよね。よし。あー、ちょっと待って、ミサキ、消耗してんな。ミスギ使おう、こういう時は。おっと、また瞬間移動。なんだこれ
なんか一気になんか状況変わったぞ。なんだこれは。なんかたまにあんだよねこれ。よくわからん。なんだこれは。謎の瞬間移動がね。あーっとヒューがまたあそこにいるけどさ、ディフェンスがね2枚ゴール前で壁作ってんだよな。ラベル君、ラベル君は大したことねえよ。あーマルシャン君、マルシャン君だろ、マルソー君だろ、マルマルってかこれ。あークリアが今の分ガッツトラップ分ガッツ取られたよね。そうだそうだそうだ。じゃあもう一回翼行くか。もう一回ネオサイクロンは高いボールも低いボールもどっちもいけるから、もうここで確実に翼のガッツ使っといて1点取りに行こう。オッケーオッケー、まだまだ健在、まだまだ健在よこのカミソリパス。オッケー、わあすごい、何人もの人間が携わってるこの一球に。すごいぞ。さあ来た、ボルン君、ボルン君、ちょっと待って、シュート、ネオサイクロン、足りないってか。そんなバカな。ドライブオーバーだ。じゃあドライブオーバーでもそこそこやれんじゃないかなと思うけどな。よっしゃ、これでもやれるでしょそこそこ。ほら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 、いやーもうお前さ、なけなしのガッツ使ったんだぜお前、本当によ。マジかよ、126か。これは厳しい、これは厳しい。マジかー、くそー、ニッタだな、こういう時のニッタだな。まずは見すぎに合わせる。高いボールだったらハイパーオーバーいく。あー低いボールか。じゃあ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 もうここで日体出しますよ。飛び出してきたー、吹っ飛ばされた。もうアモロの、アモロくんのスーパーフィジカル、ボッシーくんやばいぞやばいぞ、ここ止めないとまずいぞ。さあもう徹底して、もうナポレオンにもね、ついちゃってるね。ナポレオン止めろ止めろ止めろ、お前らもうもうぴったりくっついてるから。そうだジト、もう強引なドリブルと勝負だよもうこれ。さあどうだ。うわーマジか、そうだにぶっ飛ばされたんだ。ちょっと受刀はきついよな。マジか、こいつらでもダメか、こいつらでも止められない、マサオ。さあやばい、逆転ちょっとこれされるぞ。これスカイラブタックル頼む、止めてくれ止めてくれ。うわーとことんだな、もうこれマークついても意味ない、止められない。だったらいやヒューガのタイガータックルでこれいけるか、いけんのか、どうだ。うわあダメだ、ヒューガもやられた。松山松山、ナポレオンにつけた方よかった。ナポレオンじゃねえや、誰だっけ、誰だっけ、ねピエールよピエール。あーキャノンシュート打ってきた。ピエールにさつけた方よかったかな。でもなー、おーナイスだー、これは救いの一手だ、これは救いの一手だぞ。ジトーがボール持ってもしゃあないから、一回相談に持たせるか。これは救いの一手だ。だけどヒューがタイガータックルでちょっとガッツ使ってたから、ライトニングタイガー打てねえんじゃないかな。ちょっと一回確認だけど、あーやっぱ打てねえわ。どうする、ニッターだな、ニッターを使いたいな。翼も使えない、美咲、うーん、新
ターだな。くそー、なかなか厳しい展開になってきたな。点数取れない、これは。それともネオタイガー行ってみるか。ネオタイガーカミソリパス、いやー行ったここなんよね、見すぎ、見すぎに合わせてどうかな。高いボール、高いボールでハイパーオーバー。いやーでもあのドライブオーバーさ、外さ、外したとかポスト、あれちょっと痛いわ、あれは痛いな。来た、高いボール来た、いきます、ハイパーオーバー決める、いいね。どうだ、いけるか。うわー惜しいんだろうな、かろうじだからヒューが高いボール、いやーダメよこれ。ネオタイガー、ネオタイガー打ったとてだよね。まあ行くか、あーガッツ足りない、ダメだ。ミサキ、ミサキ、うーん、いやーどうする、選択肢がないぞこれ。ヒールリフト、ヒールリフト相性悪いもんな。どうしようか、ニッタに預けたい。もうちょっと、おーおーおー、いいね、よし、じゃあ見すぎ、お前行け、見すぎ、ナポレオンは正面で決めた。だから俺も正面で決めるー。うっそー、とことん PK さ、相性良くない、とことん相性良くない。僕かなり外してるよね PK 多分だけど、トラップ、くそー、あークリアされたー。松山いいところ、もうお前しかいない、もうお前しかいない。あ、ちょっと十字キーの効きが悪いな。もうお前しかいない。オッケー。ここから狙うための松山マルシャン君。いやーダメだ。もう通用しないのかな。ディフェンダーに簡単に触られるよな。ボッシ君まずいっすよ。あー、オッケーオッケー。まあでも互角っちゃ互角なんすかねこれね。ちょっといいかなこれ。若林ダメだわやっぱり。なんか若島津の方がまだ可能性あるんじゃないかな、可能性を感じるね。森崎はもう全然ダメよ、森崎はあかん、こんなところに出るのがもう場違いだもん。あ、ヒューガー回復したな。まあ一発いけるな。ネオサイクロン450とかかな。あー450だ、厳しいね。新田にかけるか。ちょっとじゃあさ、待って待って、ヒューガに一回ライトニングタイガー打たせよう。ヒューガに一発ライトニングタイガー打たせて、新田、そっから新田とヒューガの場所チェンジ、それでいこう。さあこっちからのボールじゃない、オッケー。このボールはもう絶対1点取る、1点取りに行く。美咲使います。まあ中盤は割とあれだからね、ボールまあ持てて、マジか、思いっきり、まあ確かにパスコースに入ったよな。マッサオ、マッサオ、あーもう美咲囲まれちゃってるわ、美咲囲まれちゃってる。じゃあ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 こっち使う、じゃあこっち使います。マーク問いでもいい気がするな、ナポレオンの。どうせ止められないんだったら、
マーク外してもいいんじゃないかなとも思うよね。いやちょっとまだ早いな、エンカウントするの。まあ いやでも岬にこっから渡す。オッケーオッケー、モーリスくん、オッケーパス。モーリスくんももうよ、ね、寄せつけない、相手にしない。ネイルくん、戦闘タイプ、戦闘タイプのネイルくん、よーし、オッケー。さあ池ヒューガ、ここでエリア入る前にボール渡して、ライトニングタイガー。さあマルソーくん、四角いマルソーくん、オッケー来た。マジか、これはトラップ無理っしょ、ヒューガー。あー、またトラップ分ガッツ引かれた。もっと早くパス出さなきゃダメか。わー、ワンツー、また微妙なね、ところだよね。絶妙。もう、円化するでしょっていう直前でさ、これ。ワンツーやられたから、うわー、もうこうなったら。沸かしまずだ。低いボール向き合わせ打ってくんのか、トラップ打ってこないのか。何サーブルノワール、ボッシー君、そういえばこんなやついたな。そういえばそうだった、三角飛び沸かしまずいけー、止めろー、これは絶対止めろ。うわー、最悪だこれ。こっちからのキックオフでしくじったー、最悪。もう外して外して、これマークいらんいらん、最悪だ。くそー、こういうね、こういう競った展開に弱いからね、なかなか。でもね、こういう試合をね、ものにする動画撮りたいから、なんとか頑張ります。まだ時間十分あるからね。まず同点追いつこう。翼ももう一発はネオサイクロンいけると思うんだよな、まあ、ダメだったらドライブオーバーでいくしかないけど、ちょっと早いうちに先使って。 OK、 さあ見すぎと見先のいくよ。ワンツー、ボッシュ君、なかなかね、嫌な相手だね。三角飛び全然触らなかったもんな、反則。もう向こうもね、なりふり構ってられない状態だぞ。さあリスタート早く、リスタートを早く行こう。 OK、 よし、ワンツー、いきます。おい、行ってこい行ってこい。おっとダメか、危ない。ピエール君弾いた、マジか、パス通用しねえな、どうする。いや左サイド空いてるな、左サイド使いたい。早くヒューガのガッツ一発使いたいよね。それで新田を前に出したいんだよ。ちょっと危ない、今押し間違えるとこだった。今A ボタンを押す、ね、押すの間違うところだ。逆サイドにもあのカーソル行っちゃったから。ここで、ここだったらトラップできるでしょう。ヒューガー。よし。で、多分ね、もう、ライトニングタイガー一発撃っちゃったら、もうこの残り時間内で回復は無理なんで、まあ、やるとしたら強引なドリブルでキーパーと1対1。それぐらいなもんかな。さあ行こう、エンカウントしたら打ちます。 OK、 さあ頼む、同点にしてこい。よし行け、同点にしてこい。触れないぞお前らには。 OK、 飛ばされた、いけいけ、飛ばした。さあポストやめて、ポストやめてー、やめて、よっしゃ、まずまずまずです。さあこっからもヒューが使えないから、新田前に出しますよ。新田をトップに出します。
まあ、通用するかしないかって怪しげなとこあるけど、でももうそうも言ってられない。そうも言ってられないっす。行きましょう。さあ、1回。さあ、残り23分。23分で、まあ、もう1点、ネオサイクロンで取って、あとはもう新田だな。新田とヒューが、いや、もうここ2人ダメだわ。使えん。ガッツは使えない。カズオカット無理か。無理だな。せめて触って欲しい。わー、やばい。なんとかかんとかエッフェル来るぞ。なんとかかんとか、あの名前投げやつ。パワーター。パスカットで待ってみるか。ヒューがダメ。行くぞ、ジト。あー、ドリブルできてる。抜かせん。タイ。ジトーなー。あんま期待できねえんだよなー。だよねー。いかんたい。あー、ドリブルだ。ちくしょう。なんとかなんとかエッフェル。あー、やばい。スライダーキャノンだ。これもう、せっかくクローゼ同点に追いついたのにさ、これ。いやー、頼む。吹っ飛ばされたー。これまた吹っ飛ばされるかなー。沸かします。きたー、カットイン。これは止めるぞ。これは止める。ナイスー。素晴らしい。クリティカル出た出た出た。翼386、またちょっとダメ。またちょっとダメだ。岬行きます。素晴らしい。これは絶対ものにしなきゃいかん。今の沸かしますの。ね。これは絶対ものにしないと。さあ、4番がきっちりマークついている。剥がれた、剥がれた。マルソー君。マルソー君が来たよ、これ。一体いきます。どうだ。よし。1対1にするか、はやぶさボレーでいくか、ちょっと悩むとこだけど。低いボール来たねー。行くかー。いや、もう行きましょう。もうこれしかない。いけー。どうだ。うわー、かろうじてかー。厳しいか、やっぱ。いやー、でも惜しいとこなんだよな。惜しいとこなんですよ、きっと。かろうじてだから。相変わらずごちゃごちゃしてんな、これ。416、まだ打てない。まだ打てない。見すぎ。ヒューがここが。どうする。いや、スカイラブっつう手もあるけどな。前の試合でもスカイラブうまくいったからね。まあ、スカイ、まあ、打てるもんはもうどんどん打っていかないと。もう残り16分だから。多分ね、キャッチされるってことはないと思うんだよな。弾かれる？弾か、あ、高いボールか。弾かれる限り、まあ、なんていうか、チャンスはあると思うんだけど。さあ、どうすっかな。いや、これスカイラブ、ハリケーンしかないもんな。見すぎでハイパーオーバー行くか。これも果たしてどうかなってとこあるけどね。もうでも打てるもんどんどん打つしかない。決める。決めるって言ったな、お前。頼むよ。頼むよ、とっつぁん。ああ、ビタ止め。ビタ止め。マジか、こいつ。いや、でもまあ、こうなってくるよな。ああ、パスか。よっしゃ。ダメか。パスカットで待っててもダメか。まずい。残り時間考えて非常にまずい。やばい。こ
こいつ止められないからな。ちょ、プレスプレスプレス、エンカウントなんでしねえのこれ。なんでエンカウントしない、ずっとずっとなんかいねえ、誰だっけ、数岡誰かいたじゃんね。そうだから強引なドリブル、あーやっぱダメか。さあせっかく若島津が止めてくれたのに、あーキャノンシュートか。スライダーキャノンよりだったらまあ可能性あるかな。いやー三角飛びで頼む頼む、いけー、ナイス、いいよ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 、もうしゃあないしゃあない、止めれば OK、 もうここは止めれば OK です。さあ時間がね、またコーナーキックで時間がなくなる。わあいけるな、いけるな、いけるぞ。さあ誰に合わせくんだ、ボルン君。いやーこいつもこいつもなんか嫌な感じだからな。止めろ止めろ止めろ、囲め囲め、カミソリパスかパスか、動かない、あーパスか、いいよいいよいいよ、あのムーンサルトあるからムーンサルトで取れると思う、いけると思う。これまず見すぎでしょ、ダメだよね。さあ岬来い、岬取る、きた、いけー岬ー、そんなトラップ、やばい、スライダーキャノン来る、いやーどっちだ、意外とドリブルで来る可能性もあるんだよなこいつな。シュート、あーやばい、うわー、マジかー、くー痛い、これは痛い、これは痛い。いやマジか。いやちょっと待ってくれ、くっそ、ほんのちょっとのとこなんだよね。うわーやり直しだ、またマジかこれ。やっぱダメだね、どこどんこういうさ設定試合に、あーでももう一回やり直してくれるんだ、やり直しさせてくれるんだ。いやーでもな悔しいな今のな、ほんのちょっとのとこなんだよね。やっぱあの若島津のカットイン柄のさ、あのセービング、あれは絶対もう点数取らなきゃダメなとこだったんだけど、コロッと取られちゃったもんね。いやー、はい、ちょっと悔しい。はい、次頑張ります。ご視聴ありがとうございました。